まあ、正直、まあ、そのトアが J リーグデビューしたのも悔しいですし、自分がスタメン争いに入れないっていうのも、そこの2つの部分でも悔しい部分はあるんですけど、絶対監督もスタッフも見てくれてると思うんで、とりあえず継続してやっていこう、はい、高校とこのやっぱプロってもう明らか強度も違うし、だからまずはそこにしっかりなれるってことをまず最初意識してやってたし、でそれからやっぱりメンバーに食い込んでいくというか、そのディフェンスラインに中で自分を食い込んでいくためには何が一番これから求められるか、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱり守備力のところが、まあ、自分はビルドアップがやっぱ自信あるんで、まあ、でもその自分の、まあ、さっきも言った通りに、ね、調子いい時と悪い時はやっぱあると思うんですけど、その時にどう立て直していくかっていうのはやっぱりひろゆき君、こうすけ君もうまいんで、そこは見習っていきたいなと思います。ホームでの勝ちがなかなかないっていう状況で、まあ、ファンだったりサポーターの方も、まあ、もちろん選手もですけど悔しい思いだったりはしてるので、本当に、まあ、今出てる選手以外の選手、まあ、自分も含めてがもっと競争を促すことで、まあ、チームとしても相乗効果が出てくると思うので、自分ができる最高の準備をして、その町田戦に挑むだけかなと思います。